こだわりがない優雅ではない素晴らしくない不思議でもない、何もかもが釣り合わない。何ブツブツ言ってんだ、打ち負かされた仲間たちのことか。君たちの虫相撲の戦い方のことだ。ああ、フライムに体当たりされて頭でも打ったのか。俺様は芸を見せに来たわけじゃない。俺様のこだわりは熱血、力、そして圧倒的な勢いだ。お前に見せてやろうか。嫌なことを思い出してしまった。君のような騒がしい奴とは対戦なんかできない。うん、こちらの金髪の女の人は手軽そうだ。決めた、彼女に挑むとしよう。ダチコ、聞いたか？お前のことが手軽そうだってよ。こいつの相手をしてやれ。こいつらどういうつもりなんだ。相手の情報を一切集めてないし、次から次へと勝ちを譲ってくれるような相手を送るなんて。花門玉将のチームってなんかバラバラだな。戦略面ではオイラたち3人に遠く及ばないみたいだぜ。オニカブトムシ同士の決闘は鑑賞性と芸術性を兼ね備える必要がある。君たちには理解できないようだけど。まあ、そんな大層なもんじゃないだろう。オイラは爽快感と楽しさが一番重要だと思うぞ。ただ鑑賞するためってだけじゃ演劇になっちゃうじゃんか。ああ、その通りだ。白鉄ビスケもよく分かってんじゃねえか。ダチコ、おめえがこいつに教えてやれ。空をかける白鉄ちびすけよ、電気少子の仇を取らせてもらおう。さあ、鬼カブトムシを出すがよい。お前を任した後、このわしが荒滝派を全員一人ずつ打ち倒してやるわい。うわぁ、今回は大人だけど、なんか今までの子供よりずっと興奮してるな。白鉄ちびすけ、相手はお前をご指名だ。気合で負けんじゃねえぞ。
赤目に一生連れて盛大に任してやれ。よし、空をかける白鉄ちびすけの2戦目だ。行くぞ。でも相手の鬼カブトムシ随分と大きくないか。なんか不公平な気がするぞ。気にすんな、大きければ逆に重くなる。うちの赤紅社には到底及ばないはずだ。お前たちの弱々しい鬼カブトムシではわしに勝つどころか、それをもらってもカゴの無駄遣いになるだけだろうな。
格認定試験には決まった判定基準がある。だから真面目な姿勢で勉学に励み、修練さえ積めば合格できるんだ。そう難しい。お前らの親分はどいつだ？前に出てこい。この俺、千日喧嘩第一社は精鋭中の精鋭だ。花門玉将様に代わってお前ら新たき派の親分の首を頂戴しに来た。うわぁ、こいつ好戦的だな。しかもなんだか怖いこと言ってるし、今回は本当に強い奴が来たみたいだぞ。はっ、礼儀のなってない奴だな。しかもお前の称号にも台が入ってるとは。俺様と張り合うつもりか？よし、この俺様が直々に相手してやる。背が高い。しかも鬼族だ。こんな強面のやつが虫相撲みたいな子供の遊びをするなんておかしいぞ。なんだと？まさか虫相撲を見くびってんのか？いい度胸じゃねえか。虫相撲の生きってもんがわからねえやつは、虫相撲をこよなく愛する俺様が改心させてやらねえとな。さあ来い、懲らしめてやる。そうだそうだ、このままじゃ済まさないぞ。任せたからな、牛使いやろ。仕方ない。来い、ビビるもんか。虫相撲を見くびるんじゃないぞ、なんちゃらかんちゃらっしゃ。おいらだって今はちゃんと虫相撲の楽しさが分かってるからな。楽しいだけじゃねえ。虫相撲にはみんなが強くなりたいっつう願いが込められてる。そして奮闘する精神もな。これが大したもんだ。まさか荒滝派が虫相撲の強者をこんなにも破るとは。お前らも虫相撲に独特の理解を持ってるようだ。これまでの偏見を撤回しよう。これからは尊敬を払うべき相手と認めて全力で戦ってやる。牛使いやろ、親分のお前の出番だぞ。前にオイラが言ったことは気にしなくていいからな。当然だ。最後の対決もこの俺様が勝たせてもらうぜ。お前が手下でもどう指導したかは知らねえが、もう結果は分かりきってる。そう、この俺様が率いる荒滝屋の方が上だってことはな。覚悟しやがれ、花門玉将。間違いない。あまたの試練を乗り越え、お前たちの赤火に一緒も強くなった。少なくともその勢いは電気少子を破った時をはるかに超えてる。ほう、なかなかいい目してんじゃねえか。まあ最大の功労者は指揮を取ったこの俺様だけどね。
極意堂々虫相撲大試合も順調に進んでるな。牛使い野郎と花門玉将、どっちの方が上なんだろうな。早速様子を見に行ってみようぜ。なるほど、そうか。もう一回戦おう。お前の虫相撲の技を必ず見切ってやる。試合の勝敗なんてもはやどうでもいい。気が済むまで戦おうじゃないか。どうだい？めったにお目にかかれない気の合う相手だ。たった数分で終わらせるなんて惜しいだろ。へっ、どんどん来やがれ。だが俺様の虫相撲の技を見切るだと？寝言を言ってんじゃねえぞ。俺様の腕の方が上だと認めりゃ何回だって付き合ってやんぜ。牛使い野郎と花門玉将のやつずっと盛り上がってるな。満足するまで虫相撲はやらせておこうぜ。もし、荒滝派が何かも満足。そうかい。虫相撲の戦い方は違えど、お前が鬼カブトムシに注いだ熱い気持ちに俺は強く共感した。いつの日かお前は虫相撲界の傑物になるだろう。お前も悪くねえぜ。1141回の勝負の中570回も俺様にギリギリ勝つなんてな。俺様と100回以上戦い続けた相手の中ではお前は一番根性を持ってやがる。見直した。571回だ。俺の方が多く勝ってる。場所が不利なことを考えると俺の方が上のはずだ。ふん、なんだ、負け惜しみか。俺様はしっかり覚えてるぜ。守るだって証明できるだろ。守る親分、俺はもうダメだ。ちょっと寝かせてくれ。うわぁ、まさか今までずっとここで虫相撲をやってたのか。しかも休まずに。よし、俺様が特別に一回勝たせてやってもいいぜ。どうせすぐ取り返せるからね。もし不服ってんなら次の勝負はお前の本陣に行ってやる。場所なんざ関係なく、重要なのは虫相撲をするやつの腕だってことを証明してやんぜ。望むところだ。ついてこい。あ、ダチコーニ、空飛ぶチビスケ、やっと来てくれたか。なんでまた空飛ぶチビスケに戻ってんだ。虫相撲を手伝ってない時はカッコ悪いあだ名しか思い出せないのかよ。それは一旦置いとけ。約束した2ヶ月分のラーメン無料券だ。持ってけ。ラーメン無料券？そうだ、ラーメン。ひひ、そう来なくっちゃ。分かってんじゃんかよ。いやいや、今回はあくまで荒滝極意堂々虫相撲大試合の予行演習だ。だって観客もいないし、これじゃ寂しすぎんだろ。こんなのは祭りじゃねえ。幸い花形玉将はそのおごりを捨てて
俺様こそが得がたい虫相撲の強者だと認めてくれた。だが俺たちの戦いはまだ終わっちゃいない。これから俺様は短期で花形玉将の本陣に乗り込み、奴が納得するまで叩きのめしてやるつもりだ。その時はきっと花形玉将も俺様の指揮に従って荒滝極意堂々虫相撲大試合を盛り上げてくれるはずだぜ。今回はあんがとな。俺様からの朗報を待っててくれ。牛使い野郎も思う存分楽しめたし、オイラたちも2ヶ月分のラーメンをゲットできた。めでたしだな。親分、親分、忍の姉子からの手紙だ。見てくれ。って、あれ？親分はどこ行ったんだ？さっきまでここで虫相撲をやってたのに。え？なんかあったのか？牛使い野郎ならさっき花角玉将と一緒に行っちゃったぞ。技を磨き合うとかなんとか。いや、大したことじゃないんだが、ちょっと予想外のことがあってな。詳しくはこの手紙を読んでみてくれ。花門玉将って荒滝派の協力者なのか？けど花門玉将は口の利き方があんなだから牛使い野郎も敵だと思っちゃったのか。忍の予想通り、牛使い野郎は確かに虫相撲に夢中になってるけど、結局オイラたちに荒滝極意堂々虫相撲大試合のことで手を焼かせたから。こうしてみるとラーメンの無料券は忍にあげるべきだな。忍が戻ってきたら一緒に食いに行こうぜ。あれ、待った。そういえばこの無料券がどこのラーメン屋で使えるか牛使い野郎に教えてもらってないぞ。まさか